皆さんおはようございます。佐賀競馬場広報の大久保です。本日は佐賀競馬の知らない世界第2弾として、皆様に普段見られない佐賀競馬場ジョッキの姿をご紹介したいと思います。そして本日も前回の GoPro で乗馬体験編に引き続き、佐賀競馬場パドック解説でおなじみの歌って話せるシンガーソングライターの玲奈岩さんをお迎えしております。玲奈岩さん、どうぞ。おはようございます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日も早いですけど、はい、大丈夫ですか？眠くないですか？はい、元気いっぱいです。元気いっぱい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いしますね、はい、では今日は池田厩舎の金山翔馬騎手に密着してみたいと思います。はい、普段とは違った様子も見られると思います。それではご覧ください。金山翔馬騎手の所属厩舎の池田厩舎に来ました。早速中に金山騎手いるみたいなのでお呼びしてみましょうかね。金山くん、金山騎手、おはようございます。おはようございます。今日の主役の金山翔馬騎手です。お願いします。よろしくお願いします。今日は1週2週軽め。はい、うん、分かりました。今日からだから。はい、お願いします。保養チェックしとけ。はい、分かりました。翔馬、軽めでいいぞ。これ4コーナーか。はい、4コーナーね。4コーナー。ああ、当選ポエムやろ。そうそう、当選です、これ。ね。雇用大丈夫。雇用大丈夫です。見た目も、見た感じ良かったし、はい。今日からやったの。今日からです。ね、眩しいです。今日何頭乗ってきたんですか？まあ、18ぐらいしかね、17、18ぐらいしかね。一番多い時でその22頭とかそのぐらいです。22頭、はい、で、今日はもう終わったんですか？今日はもう終わりました。全部終わりました。今日は早い方ですね。早い方、はい、で、帰ってきてこうやって遊んで、あ、ちょっと遊んでしますね。で、この後は今日は何するんですか？この後は、はい、マナトと、まあ、ちょっと買い物を、まあ、もう近くに、今日も近くです、コンビニちょろっと行って。マナト何食うの普段？何買うかな。ああ、こういう感じ。明日の朝ごはんも買おうかな。もうこれは温めてもらっていいですか？あと鶏皮を一つ。すみません、ポケモンカードとかってありますよ。ありがとうございます。まあお菓子、お菓子です。ちゃんとカントリーマンもさえ、ま、抹茶が好きなんで同じものを2個買っちゃうんですよね。あ、俺もそれ俺も学校時代からそれ。肉、まあこういう食べる系はあれなんですけど、お菓子だけなんですよ。あとアイスですね。食べたらアイスはもう大好きなんで。甘いもの多いで、疲れてる人って甘いもの欲しくないらしいんですよ。金田先輩めっちゃ疲れてるんです。たぶんたい焼きです。たい焼き、あ、それめっちゃ美味しいよ。美味しいです。アイス好きです。めっちゃうまいよね。めっちゃうまいです。これで、まあ今日の晩飯はこれとこの僕が大好きなオムライス、これなんですよ。このセットなんですよ。このセットなんですよ、マジで。これがマジでいいんですよ、マジで。超うまいんですよ。え、これいいセット、モンゴモール。あ、これはもうジャンプはもう毎週出さず毎日、はい、あ、うん、またなんかこれは明日の朝飯です、一応。朝飯か、あの僕の夜食ですね、今日の夜の。そうなんだ。ラーメンです。ひだくんは僕っすか。え、僕は、いや、少ないですよ。体にいいから。ちゃんと考えてますね。キムチ鍋みたいなのあるやないですか。お、美味しそう。
や、これうまいっすよ。辛いっす。いや、嫌いっす。カロリー考えて、アスリートなんで。一応プロやもんな、うん、プロなんで、やっぱそういうところは気をつけないと。体作らんのな。なんで、金谷先輩みたいにあんな、そんな甘いものとか僕はあんま食べないっす。っていうのは嘘っす。まあでも、自由でいいよ。自由な。そうです。今日はまあ、チートです、チートで。今日めっちゃ食べれますね。第1回佐賀競馬の知らない世界パカパカタロット占い。はい、こんにちは、占い師のレイナヨアです。本日は金山翔馬騎手をタロットカードで占っていきたいと思います。金山騎手、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スピリチュアルなことに興味があったので、まあ、とても楽しみにしていました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは占っていきましょう。今の自分に必要なものっていうのがやっぱ知りたいですね、はい、どんなものが足りてなくて、はい、で今まあそのいいところはいいところでまあ知りたいですけど、今必要なメッセージを占っていきたいと思います。お願いします。金山翔馬さん、今19歳です。今必要なメッセージを教えてください。ちょっと緊張してきた。過去にもしかしたらちょっと意欲が低下したりとか、ありました。なんか力が暴走していることとかがあったりとか、ちょっと自分のやっぱ乗り方でちょっと悩んでた時期ありましたね、うん、一時期、うん、なんかタイミングを逃したとか、はい、ちょっと目的失ったことがあったんじゃないかなって。ありました。本当最近ですけど、最近までちょっとなんかあんまりうまく乗れてないなとか思ったり、今またちょっとずつこう戻ってきたんですけど、今はハメを外さないように三日坊主を卒業してください。努力、挫折した時のことを忘れることなく、はい、まあ、努力をしつつすることが大事だよっていうことだと思います。楽な方に逃げないようですね。そうですね。ということで金山騎手の今後にご注目ください。中学卒業して一回長野の牧場に行ったんですよね、修行に。修行っていうかまあちょっと馬慣れとけみたいな感じで、あとはまあ仕事がこういう感じだっていうのも、でそこの仕事場でだいぶ磨かれました。そこからもうすぐ一人暮らしやったんですよ。なんでそこでもうやっぱ親の大切さ知ったんで、レースやるときもそのちゃんとその挨拶こう一礼は絶対して入れよって言われておったんで、でも本当いろんな人に可愛がってもらってますね。やっぱ競馬場こうやっぱなんか勝ったりとかしてもみんなよかったねとか言ってくれるんで嬉しいですもんね。結構話しかけてくれるんで、やっぱ休眠さんからよく言われるのはやっぱ金山翔馬これやらって言われますね。ね、レース終わった後のあとはもう完全に2着争いです。残り 60m 切って9番デアフェルスワンは6馬身のリード、7番東方ボニータが2着、10番ショーラッシュが3着。なんかその首ポンポンはなんかめっちゃ僕のイメージがついてるらしいですね。首ポンポン、ポンポンってやつ、ネギラです、はい。なんかこう趣味とか、趣味は、まあ、好きなこととか、ゲームですね。ゲーム、はい。いいじゃないですか。ゲームは何をされるんですか。まあスマブラとか、まあスマブラとか、まあスマブラとか。ということで第1回佐賀競馬の知らない世界パカパカスマブラ対決。はい、やってまいりました。進行実況。実践、本日は青木里奈がお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。実はですね、遡ること2年前金山騎手とジョッキーインタビューでスマブラ対決しましょうよね、言いましたですよね、はい、あの夢がついに叶います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。そしてですね、なんと今回はゲストに木田騎手も来ていただいたんですけれども、ありがとうございます。お忙しい中よろしくお願いいたします。そしてですね、さらにそれなら僕も参加しますということでですね、佐賀競馬広報の大久保さんもいらっしゃっておりますね。もうお二人も笑っちゃうぐらいの感じですけれどもね。まずはじゃあ皆さんから意気込み聞いていきたいなと思うんですけれども、まずじゃあ日田騎手から意気込みお願いいたします。そうですね、全然やったことないんですけど、勝てるように頑張ります。わー、その言葉がゲームでも聞けるとは。花山騎手じゃあどうぞ。まあ、競馬じゃ全く勝たないですけど、まあ、ここではちょっと一発やってやろうと思いますね、はい、勝てそうですか。いや、勝ちます絶対。もうその気で来てます、はい、もう優勝しか狙ってない。うおー、楽しみ。じゃ あ、 大久保さんもいいですか。私ですか。まあちょっとね、若い2人にはまず負けないようにね。そうですね、もう30歳コンビでね、そう頑張ってちょっと若い2人を任したいと思います。ここでちょっと組んでもいいってわけですか。あ、そう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 、こっそり組んでもいい。チーム戦はできますよ。
でもそう個人で潰しちゃうこともあるってことですからね。うん、そうそうそう、ということなんで、なるほど、期待していただきたいなと、はい、頑張りたいなと思います。というわけで、では早速スマブラやっていきましょうか。はい、今日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、じゃあキャラクター選びましょう。はい、何しようかしら。はい、私カービィ。もう決めてるんですか、金山騎士は。普段僕はもう大体サムス。あ、サムス。あとはピカチュウ。お、意外と。じゃあ皆さんこのキャラクターで参りましょう。はい、どうぞ。はい、スタート。ピカチュウ2体はきついな。めんどくせえ。ちょっと黄色いな、ここ。あ、ちょっと待って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 、誰がどれ、どの人。おー、このピカチュウ邪魔だな。なんか竹の最高ってやつ書いてある。おい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 、あ、ごめんごめん。あ、お子様だった、これ。もう自爆したわ。早い早い早い、ちょっと追加が早い。誰も見てない。私のこと誰も見てない。ちょっと。大久保さん、どこ？大久保さん、大久保さん。よし、出て、行け。ピカチュウ攻撃王。私じゃないよ。ピカチュウの攻撃王がわからない。ちょっと待って。これ。ちょっとパキンク。やだ、やめて。ちょっと待って、なんで飛ぶんだっけ？楽しい。もう飛び起こるみたいな。どこ行った？あ、うざい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 。ちょっと待って、攻撃がわかんない。これか、あ、これか。これだ、これ。え、ちょっと待って、邪魔。ピカチュウ、よっしゃー。ちょい。あ、ちょい。このピカチュウじゃないのよ、私がやりたいピカチュウ。こっちじゃないの。ちょっと、やばい。この名前。あ、ちょっと待って、私どこ行ってんの？帽子かぶってる。違う、帽子かぶってない方やりたい。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。あ、ちょ。失礼いたします。ちょっとすいません。なんか金山さんめちゃくちゃ上手じゃないですか。まあ、すぎ見えて、私目の前に現れてないんですけど。これやってきたやろ、絶対練習してきたでしょ、金山さん。ちょっとだけですね。ねえ、絶対一緒にしちゃった。やられた、光栄だけど。やばい。いや、なんかちょっと早く戻ってきてよ、奥さん。いや、もうこれはちょっと、あ、よしよし、今チャンスよ、いける。あ、ちょっと、やっちゃった。やった。やりましたよ。あ、やりましたよ。やばい、目の前にいない方がいい。金山さんの目の前にいるのはよした方がいいよ、みんな。あ、できた。どうやってやんの。ビー。やばい。あ、俺かーい。私も巻き込まれてる。ありがとう、どうしよう。ちょっと。巻き込まれる。あ、本当だ。ひださんがいなくなっちゃった。もう死んだ。わざと生えて。やばい。もう戻れないの、これ。うわ、強い金山さんか。ちょっとさ、攻撃ができないのよ、金山さんに一切。あ、来た、来る来る。ごめんなさい、ありがとうございます。ありがとうございます。なあ、待って。飲み込んだし。ちょ。あ、ごめん。急にないやん。ごめんなさい。あっしゃー、帰ってくんだ。あ、よし。ちょっと待って、タイミング悪い。私悪い。私、答えてください。いいとこさ、なんかまだ金山さんがさ、いかにすごいかを見せれてない。やばい。帰ってきます。あ、ごめんなさい。ちょっと、大久保さんや。あ、ごめんなさい、私だって。あのピンクやろうかな、先に。やだ、帰ってきなさい、帰りたい、ギリギリ。ふぅ。よっしゃー。うわ、やばい。まだあるの？ありますよ。意外といい人ですね。やばい。ちょっと待って。あ、ちょっと、失礼いたしました。帰ってこれないかも。ちょっと待って。ちょっと待って。金山本気出しましょう。ちょっとすいません。どうせやるなら金山さんをやっつけて終わりたいところですが。そうですね。ちょっと浮いてる時はずるいわ。やばい。まあ新婚コンビじゃ負けないです。うわー。強い。やっぱすごいわ。すごい。さあ、というわけで、はい、金山騎士お疲れ様でした。ありがとうございます。木田さんどうでした？いやー、金山先輩強すぎましたね。やっぱ強かったですよね。いや、でもわざとも練習したら上手くなるよ。優しいんですよ、ここが。この二人の関係性もね、感じられました。本当そうなんですよね。
じゃあ金山さんからも一言感想を。そうですね、僕は基本一人ばっかなんで、こうみんなとやるのもまあいいですね、やっぱ楽しいです。またやってくれますか？はい、あ、僕ぜひこちらこそ。わ、嬉しい。じゃあ皆さんでまたやりましょう。また、はい、よろしくお願いします。楽しかった。おお、なってそうだな。まあ、まずスイッチ変わるとな。みんなで練習しましょう。というわけでありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。した、はい、それではゆあさん本日はいかがでしたでしょうか？はい、本日は本当にプライベート満載で、もういろんな一面も見えて、人柄もね見えて本当に良かったと思います。皆様にもこのねお届けできる機会をいただいて嬉しく思います。そうですね、はい、金山騎手はやっぱりこうね、もともとやっぱ素直で謙虚な一面っていうのは本当に一面に押し出されていて、本当にいい子だなっていうのは感じましたよね。そうですね、はい、もうぜひ皆様にもね知っていただきたいですね。そうですね、まあ、佐賀競馬場にはその他にも、まあ、個性あふれるいろいろな騎手がやっぱりいますので、まあ、そういったところからでもやっぱり注目をしていただきたいですし、はい、多くの方が佐賀競馬に興味を持っていただけるような企画を今後もしていきたいですよね。そうですね、はい、もう見えないところもバンバンと、ね、お届けしたいと思います。そうですね、はい、では最後にゆあさんからお知らせお願いいたします。はい、佐賀競馬場ではまだまだたくさんのコンテンツを企画しておりますので楽しみにしていてください。そしてチャンネル登録もお願いします。あ、いいですか？